どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。モートンイズタイピングかっこトロール。モートンはタイピングをしているということですかね。でサムネにはモートンが点点点と次に何を打つかわからないみたいな感じなんですけど、モートンさんよ、君はそんなに無口な男だったかい？次に何を打つかわからないなら私が考えてあげよう。モートンだけに自分で考えろ。何も思いつかなかった。でこの制作者さんのコースってめっちゃレアなんですよ。本当にめったにコースを出さないからさ、マジで何年ぶりっていう感じですね。でもこの方が作るトロールコースってマジでめっちゃ面白いんよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.23%。 そういや最近僕 Uber Eats デビューしたんだよね。運ぶ方じゃなくて頼む方ね。ホテルに泊まる機会があったからさ、朝ごはんとして頼んでみたね。いやマジで便利だね Uber Eats って。部屋にいるだけでご飯が届くんだもん。で何を頼んだかって言ったら、おにぎりを頼みました。かわいいでしょ。開幕負けだ。いやマジで僕が住んでる地域ってウーバーイーツがないのよ。そもそも田舎すぎて出前すらないのよ。だからすごい新鮮でしたね。その反面申し訳なさがありました。お食事運んでもらってありがとうございます。いただここで大丈夫この酒か。もう朝かの。お散歩の時間にはまだ早いんでねえかのポチよ。ポチおさる。で、Uber Eats で一番感動したのがさ、今届けてくれてる人の場所がマップ上で表示されるんですよ。いや、それすごくない？どこにいますよってわかるの。僕はここにいますよ、キノコ様！そのシステムはすごいありがたかったですね。だってさ、初めて使うから届くか不安だったんですよ。届かねえよ。もういい加減にして。キノコの一つも届けられないの。じゃあここでやっぱり当たっちゃうよな。さあ下に行こうか。さっき魚が出てきたけど、あの魚は何もしてこないのか。こっちに来ることはなさそうだ。ならばこの、なんかあるね。おばあ！まったくマリオの世界じゃ罠を届けるのだけは一流なんだから。ならこのトゲソウを持ってパウを発動する。やめてください。僕もウーバーイーツ届ける方でやろうかな。でもね、届ける人の名前まできっちり表示されるんですよ。だからピオキングっていう名前で登録して魚でも届けようかな。で頼んでくれた人に魚でも俺は顔面雪見だよ。ウーバーイーツのネタはもういいって。僕みたいにできない方もきっといるんだからさ。でもそんなあなたに言いたい。便利だぜ。懲りだよな俺は。でもさ、ちょっとした問題もあるよね。届けてくれる人が食べるみたいな、それ最悪じゃない？最悪っていうかめちゃめちゃキモくない？だってさ、誰が口にしたかわからない。よしか！いや、あれ乗れるんじゃない？乗せろよしか！ありよって。僕もね、ちょっとしたトラブルがあって、おにぎりと一緒にスープを頼んだんですよ。でそのスープが売り切れてますから別のスープを用意しましたってついてきてたんですよね。でそれが何のスープかって言ったら、もずくスープだったんだよね。いや僕もずくスープ食べきらないんだけど。待ってさ、おい何やってんだこのもずく。いやそれは違うじゃん。もずくスープが飲みたかったわけじゃないんですよ。頼んだスープが飲みたかったんですよ。でもね、封筒みたいなのが入ってあって、お詫びに無料でおにぎりも1個お付けしますって書いてたんだよね。まあそれだったらまあ、やな感じになるでしょ。でもね、そのおにぎりをよく見たら具が入ってなかったんだよね。この上なんかあんのか。このケチ明太子を入れろとまでは言わない。でもさ、昆布のちょっとぐらいだったらよくないかな。どっちがケチなんだよっていう話だよな。あ、これ先に右の氷を溶かしておいて度数を落とす。でヨッシーと一緒に土管に入れば問題ないのさ。さあそろそろ中間ポイントをしよう。ほんと中間じゃん。中間やった。ありがとうめちゃめちゃ。これで当たっても問題ないんだ。ここは何か落ちてくる。落ちてこないね。さあ土管に入ろうか。今後もね、ウーバーイーツを頼みたいと思いますよ。まあそんくらい便利だったね。ジャンプしていい。え、これどうやって行くんだろうな。ピンポンブブー。もうしょうもねえ雑談はこの辺でいいだろう。さあここにパウが降ってくることは分かってんだ。でかっ。一応やかー。さっきと違う罠を持ってきてんじゃないよ。でもこれは引っかかってよかったわ。めちゃめちゃ面白い。さあ下に降りていこうか。でこの先は、トゲピーがいるね。スピンで降りていく。もうそれ以外ないもんな。今何をしたのかな。僕には全てお見通しさ。左か右か、一旦この四角の枠を叩いてみようか。カギゲット。体さっさと脳に入っちゃおう。じゃかなー。その顔やめろ。急ぐな、ゆっくりでいいんだ。そうだろ。
邪魔まみや、急いでドアの前まで行こうか。それで大丈夫なんじゃない。でドアに入っていきます。いや魚の使い方がめちゃめちゃうまいな。これはパウは取れっていう感じ。あ、取れないのか。ならこのツタに登っていくしかないよな。どうすんわ、落ちてこない。ここら辺も隠しブロックはないのかな。魚落ちてきたね。そんなに引っかかるかよ。何度も引っかかる俺じゃねえぞ。カッでこのボム兵でサバカチロエクスプロージョン。次は左下に行けると思うんだけど、左下に行った瞬間絶対になんか出てくると思うよ。だからすぐジャンプ、すぐジャンプ、すぐジャンプなんか来いよ。じゃあこれで先に進めるというわけですね。やっぱりパウは持てないのか。アラゴ、アラゴ、トゲピャー。ここさ、四角の枠があるからパウブロックを持ってきてまたドアに戻るとかそんなんなんじゃない。でこのメットはかぶれるやつだね。いやどっちかなと思ったけど、俺にかぶれねえもんなんてねえのさ。さあこのままスピンで降りちゃおうか。で下は何あなたでよ。下に降りた瞬間すぐ上に行く。そしてこのメットを一旦倒しておこう。もういいってそれ。続きでこのメット倒せると思ってた。じゃあ一番右に行くのを待っておいこうかごめんちょっと噛んだ。でパブロックを持って戻るで合ってると思うんだよな。さあ次に行こうぜ。うん、違うのかな。いやでも絶対合ってると思う。こっからどうするかよ。こっからジュリエットジュリエット君の美しい顔を見せてごらん僕に。さあ僕と一緒になろうじゃないかジュリエット。よっほほほほほほほジュリエット、これはどっちだい。右って書いてるけどこっちも気になるから行ってみようか。ジュリエット、こんな豚野郎じゃダメなのか。ジュリエット、君は誰にでも優しくするって言ってたじゃないか。こっちはまさか中間ポイントもだし。いやいや、まだなんかあるね。舐めやがって。好奇心っていうものは怖いですね。いつも好奇心から変なことばっかり起きる。僕のこの変な好奇心を誰か止めてくれよ。これは左行けばいいのか。左行けねえじゃんいや待てよ、このスターが切れたらいけるみたいな。カシャカシャ、よしよしよし、行った行った。でこのブロックは花火か。ありがとう、全然見えねえんだよ花火が。見せろ美しいの見せてくれよ。ピーって何、あのカロの甲羅を取ればいいのかな。このカロの甲羅取ります。でこの土管に入っていけばいいの。もうここ全然罠ないじゃん。余裕じゃねえか。中間ポイント2からすごく簡単になったってか。うっ、なんか変わった。右はどっち行こうこれ。右叩きます。鉄球が出てくる。そうだろ、はだ。逆によ、ここにどんな罠があるかめっちゃ気になんない。なんかあるんだろうね、あのカロン。さっきと違うやんか。さっきはもしかしたら罠とかなかったのかな。ならこの場所に寄っておいたら大丈夫。いや一旦下に降りようか。でピピってなった瞬間このカロの甲羅を持って土管に入る。いやさっきはどんな罠だったかめっちゃ気になるじゃん。そうだったらさ、いや本当にさっきと違うやんかでいいのか。じゃあここは上に行けるのかな。上に行っちゃって、でオンオフを C の向けるぞ。無機物って久しぶり言った気がするわ。ならここに隠しブロックがあったよね。叩かないでも出てくんのね。上に行った時点で鉄球は出てくるんかな。ならすぐ右に行っちゃってみようか。でオンオフが変わるでしょ。そしてあのカノン、待て待てこの泥棒。早めだ、早めに動けば問題ない。上、右、そして下からの左で上なんだこの実況旗揚げゲームかでよしこ、ここに来てくれる。よしこ、よしこ。いや、こいつは来い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 。緑谷少年、私が来たからにはもう安心だ。だが緑谷少年、君は一生私に追いつくことはないだろう。さらば緑谷少年、君は何だって無個性。まだいるのね緑谷少年。やるじゃないか緑谷少年。土管に入れないよ緑谷少年。何こいつこれ当たれってか。ここにおったら当たれる、当たれませんよ。当たれませんよってか。緑谷少年邪魔なんですけど頼むって緑谷少年、どけって。ごめんってさっきは悪口言っちゃってさ。よしよしよし、緑谷少年暴れんだよ。でここでタイミングよくジャンプすれば暴れるんだ。はい、チリ大球メッシュを食べるんだ。
伊豆くん、だからお母さんは反対したのよ、ヒーロー学園に入るって。あなたいつも傷ついてばかりじゃない。別にヒーローじゃなくてもたくさん職業があるでしょ。ゲーム絶叫者とか、うん、キモいって。何言ってんの、ちょっとこっち来なさい。この下降りれるっていう感じだったよな。うん、まあそんな感じだと思いますよ。急に普通。このスネブロはまた緑や少年みたいなのが出てきましたけど、なんかそんな気にしてたんだよな。ここに隠しブロックがあって落とされるんじゃねえかなって。ならこの30コインは意味がない。下は下は待つまーん。ならばここは急いで行けと。すぐ下に行きの土管は入れるんかな。まあ入れないけんよね。でこの鍵をどこで使うかよ。あ、上のこの鍵ね。そろそろゴールがあってもいいとは思うんですけど、さあゴールを見せろ。パイプじゃねえんだよ。どこのこの赤の感が。そういうことはさっさいや。まだ先は長いのかい。僕をまだまだ楽しませてくれるってか。さあここでどうすればいいんだろうな。あ、下の土管に入っていけと。じゃあゴールがある、頼むお願い。あれさっきと同じじゃね。いやいや違う違う。あ、動けねえ。いや何ができると思ったんだよ。土管から出たらすぐジャンプで、この鍵ドアに入ります。さあそろそろゴールボール来いよ。姿を見せてくれ。強引パイプじゃねえんだよ。え、さっきと同じ。あ、今度左開いたね。この土管に入っていけてか。土管に入れませんね。え、もしかしてやっぱりそっちにゴールあるじゃねえか。え、これじゃどうやってやられんの。ワンナップキノコしか出してない。左があるっていうわけで、うん、土管に入っていいのかな。それともこのバブル、バブルちゃんには当たれないのね。いや待て待て、もしかしてこっちってさ、中間ポイント戻しなんじゃない。え、なにこれ。絶対そうだ、絶対中間ポイントまで戻されるんだよ。もうファイヤーなんていらねえって。いや、このファイヤーは取らないでいく。少しでもチビになれるように。もういいって、もう戻すんだろ。分かってんだよ、戻すなら早く戻せよもう。いや、僕はまだ期待してるよ。ゴールがあるってことだ。この下に行けば何があるんだ。制作者、優しいところを見せてくれ。フラワーも泣いてんじゃねえか。こっちはな、今日うずらの卵1個しか食ってないんだ。早く昼飯を食わせろ、食わせろ。やったさ。いや、やっぱりすごい楽しいコースでしたね。なかなかね、この人のコースはお目にかかれないんですけど、また会ったらぜひやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオシャープ50。説明文は難易度星5つ中の3つなんですよ。まあこの方が作る難易度設定なんて当てになんないんですけど。てくらいテクニックを持った人のコースなんですよ。でサムネを見る感じ、カロンの甲羅が一つあってバブルが大量にあるよね。あのバブルを踏んでいけっていう感じなんじゃないかな。ゴール条件があるんだけど、バブルを倒せとかそんなゴール条件なかったような気がするから、そんな感じだと思うんだよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.4%。 正直僕はそんなに難しくないと思うんですけどね、このコース。でゴール条件がコインを全て100枚取ってからゴールってなると話は変わってきますけど。でこのカロンを履いてこのバブルに乗っていけっていう感じなんだけど、いやちっさ。しかも乗れよ。最初が肝心だと思いますね。まず右にジャンプしていこうか。でどうすんだ。最初結構乗ることができたね。この後あっちだ。まず最初何秒ぐらいの時にいいか考えた方がいいね。7秒の時に行ってみようか。これ下手くそ。7秒がダメなら8秒よ。8秒になった瞬間ジャンプしてみる。いやこれいいんじゃない。でそこめっちゃ。だが少しずつ攻略法が見えてきたぜ。このタイミングでいけば終わりだ。え、8秒の時じゃないの。8秒になって右にジャンプすれば渡れる。で3つ目からのバイバイ。右のバブルに乗るのがめっちゃ難しいんだよね。左から3つ目のバブルに乗ることは分かった。で抜かすなよスケベー。これさ、僕ずっとジャンプボタン押してるんだけど、もしかしてこの3つ目踏んだ後もジャンプ調整しながらいけっちゅうことか。はいはい、攻略を見つけたぞ。やり方は分かった。だが肝心のコインがどこにあるかが分かってない。そいつはしっかりと見つけようじゃないか。あ、2回目のバブルの時は左から3つ目でしょ。でその後はジャンプ調整をして4つ目ぐらい行ってみようか。バブーこれマジでむずいって。どうかしてんじゃないこのコース。制作者、僕はこのコース別にしなくたっていいんだからだ。全部カットして。あ、
ああ、いや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 、でどうすんの。ああ、わかるか。でももう分かったもんね。コインのありかさえ分かればもうこっちのもんよ。10、30、50で全部取ろう。しゃいやこれマジでムズすぎるって。行けた時はすげえ気持ちよかったですけどね。サイコロコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。